俺は西宮祥子が嫌いだった。耳の聞こえない転校生西宮祥子、他の星から来た宇宙人のようだった。西宮を知りたくて、使いたくて、壊したくて、俺は西宮をいじめた。そして西宮は俺を助けた。俺は西宮に救われた。お前なんかに出会わなきゃよかった。もう一度会いたい。週刊少年マガジン連載、声の形、コミックス第1巻発売中。